聖書を拝読します。第一コリント13章4節です。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、傲慢になりません。アーメン。シャロム聖歌隊と西オーケストラが賛美と演奏を捧げます。道会女先生のメッセージ「愛の書」9回目を聞きます。愛する生徒の皆さん、全世界と全国の司教会、司聖殿、全世界でインターネットで礼拝を捧げている生徒の皆さん、 GCN 視聴者の皆さん、今日は「愛の書」9回目で、前回に続いて霊的な親切について伝えます。前回に続いて今日を説明する霊的な親切について正確に理解して心に刻んでください。親切という単語は知っていても、霊的な意味がわからなければ、どうすればもっと親切な心になるか、その道が見えないのです。人は心が広くて柔和な人を見ると、海のような心だと言ったりします。渓谷の水、小川、川など、この地球上の水は流れてほとんどが海に入ります。したがって海は水と一緒に流れてきたあらゆるものを受け入れます。もちろんきれいな水も入りますが、大洪水で廃墟になった町の残骸が含まれた水もあるし、工場から流れ出た排水も入ります。それでも海はこのすべてを受け入れて黙って包み込みます。それだけでなく、汚いものをきれいにします。このようにすべてを包んできれいにする海の浄化作業が、この地球の命を維持してくれるそうです。海の中に浄化作業をする塩を神様が世界を作る時からくださって、大きい役割をしていますね。海に塩があることも偶然の一致ではないのです。陸地の水にはないのに海の水にはある理由も、神様が生命体が生きていけるようにそうなさったのです。偶然ではないのです。皆さん一人一人がこの海のように広くて柔和な心を所有するなら、どんな闇や罪に染まった人でも抱擁して清くなるように導くので、主が来られる時、より多くの人々が救われて主の懐に抱かれるでしょう。今日メッセージを聞いて、皆さんすべてが父なる神様がくださる恵みと感動のうちに、海のように広くて大きい心、つまり柔和で親切な心になりますように。それでマタイ 5-5 に、柔和なものは幸いです、その人は地を相続するからです。自分の地を持っていない方々、柔和になれば地を相続するそうです。この地上では束の間ですが、天国で神様に広い地をいただければ、どれほどいいでしょうか。その人は地を相続するからですとあるように、天国で広い地を相続しますよう主の皆によって祈ります。ここで地とは、この世の朽ちるものではなくて天国で得る地です。土でできた地ではないのです。愛する生徒の皆さん、前回は愛の概念のうち親切について伝えました。親切とは、すべての人を包容できる心、多くの人が集まって安らぎを得る心です。つまり、綿のような心で、涼しい木陰のような心です。ところで、よく心得ておくべき点は、ただおとなしくて物柔らかいから、どんな状況でも笑ってばかりいるのが優しいとは言えないことです。心の中にひどい悪を持っている人でも、練習して上手に笑顔を作ることはできます。
デパートの店員の中でスマイル賞に選ばれる人はみんな心が優しいからでしょうか。練習すれば笑顔も作れるし、よく笑う人もいますね。でも心は別なのです。心に悪がなく霊の愛が満ちているので、相手が自分に害を加えても寛容に許すことが誠の親切です。もっと具体的に説明すると、霊的な親切は内面の優しさとともに外面の徳が兼ね備えられている状態だと言いました。内面も優しいし、それだけでなくて外面の徳を兼ね備えてこそ霊的に親切だと認められるのです。心は優しくても徳を高められなければ霊的な親切とは言えないのです。内面がいくら優しくても徳がなければ輝きにくいし、かえって輝きが失せることもあります。例えばある人は、内面は優しくて心に善もあるけれど、外面はというと振る舞いが軽々しくて貧乏ゆすりをしたり肩を揺らして歩いたりするとしましょう。なら、その人は外面の毒は欠けているのです。だから霊的な親切だとは言えないのです。徳を備えれば多くの人の心を掴んで大きいことを やり遂げることができます。今日は内面の優しさと外面の徳のうち、まず内面の優しさを所有するためにはどうすべきかをお伝えします。生徒の皆さん、親切な心を所有するためには何よりも心の悪を捨てて清められなければなりません。親切な心は綿のような心だと言いました。綿はどうでしょうか。硬くなくて柔らかいし、自分の形にこだわりません。またほっこりと温かいです。石が綿の上に落ちても音がしないでふんわり包んでしまいます。こういう心ならどれほどいいでしょうか。多くの人に慕われるでしょう。誰が突っかかってきてもふんわり愛で包み込めるならどれほどいいでしょうか。嫌味を言われても相手を憎まないで、どんな人でも理解して包容できるなら敵とかいるはずがないでしょう。こういう人は誰が食ってかかっても手向かわないで多くの人を包み込みます。しかし憎しみ妬みのようなど、憎しみ妬みのようなものがあって、自分の疑惑のような硬い心があると綿のように相手を包み込めません。石が硬い石や鉄の上に落ちると音を立てて跳ね返ります。このように自分というものが生きていると、相手が自分を少しでも嫌な気持ちにさせても反応します。文句を言って気を悪くしたことを見せるのです。何かの戸が傷、欠点のある人を見ると理解してかばってあげるのではなくて、さばいて地味に定め、さらにはひそひそと他人に伝えたりします。このような心はどんな心でしょうか。これはあまりにも小さくて、何を入れようとしてもすぐあふれてしまう小さい器のようなものです。大きい器にはたくさん入れられるけれど、小さい器はすぐあふれ出てしまいますね。そういう器、とても小さい狭い心なのです。つまり狭い心なのです。だから皆さんは狭い心、小さい器がどんなものなのかはっきり学んで、自分は狭い心なのか広い心なのかチェックしてみる必要があります。ちょっと一言言われたらすぐ拗ねたり、何人かが話をしているのを見たら気になって自分の悪口を言っているのではと思ったりすることが狭い心なのです。心の広い人はそんなの気にしません。仮に自分の悪口を言ってたとしても構わないのです。自分のところに来て言うなら聞いて説明すればいいけれど、そうでない場合はわざと聞こうともしないし、
余計な誤解はしないのです。反対に、今私をちらっと見て二人でこそこそ話をしてるから、きっと私の悪口を言っているに違いないとか考えるなら、それは心の狭い人です。従って親切な心になるには、こんな狭い心を捨てなければいけません。完全に捨てた後は、どんな人でも包容できるようになります。このように清められて心に悪がないことが親切の基本条件になります。その理由は、相手を見るとき、心に悪がないときこそ、相手をただ良い方に愛を持って見られるからです。親切な心は、相手を慈しみと憐れみの心で見てあげられます。心に悪があって愛が少なければ、その分相手を裁いて罪に定める目で見るようになります。また、悪を持って悪に報いようとします。では、誰よりも愛の豊かな父なる神様はどんな心でしょうか。エレミア 29-11 に、私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ、主の御告げ。それは災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだとあります。これはユダ王国が神様の御心に逆らってひどく罪を犯し、バビロンに滅ぼされて民が捕虜として引かれていた時の御言葉です。このように子供たちが罪の中に留まっていても、何としてでも命と平安、希望を与えようとするのが父なる神様の心です。もちろん公義で全てを収められますが、父なる神様の根源の心は愛です。愛する聖徒の皆さん、今から詩編103-8-14を読みますので、私たち人の子らへの、つまり子供たちへの父なる神様の心を感じてみますように。主は憐れみ深く情け深い、怒るのに遅く、恵み豊かである。こういう神様の本質について、父の信仰になれば全部理解できるのです。神様の愛の深さを知っているから。主は怒るのに遅いのです。皆さん、クリスチャンでもノンクリスチャンでも、神様に向かって文句を言う人がかなりいます。うまくいったら自分の手柄で、結果が悪ければ神様のせい、大雨で被害を受けたら神様のせいにして、天に向かって恨むのです。商売がうまくいったら自分が賢いからで、うまくいかなくてトラブルが起こったり不渡りになったりすれば神様のせいにして、不尊なことを口にする人がどれほど多くいるのでしょうか。ノンクリスチャンだけでなく、クリスチャンも自分のミスで怪我をしておいて神様が守ってくださらなかったとか言うのです。御言葉通りに息も していないのに、例えば自分が急いでいてスピード違反をして、向こうの車にぶつけてしまったのに、神様が守ってくださらなかったと神様のせいにするのです。神様が守ってくださるために力づくで手首でも折って止めるべきだったという話でしょうか。クリスチャンもノンクリスチャンもこんな風に神様に向かっていろいろ文句を言うのですが、でも神様は怒るのに遅い方で、公平に雨を降らして太陽を照らしてくださる慈しみ深い方なのです。主は絶えず争ってはおられない。いつまでも怒ってはおられない。悔い改めて立ち返るなら許してくださいますね。
私たちの罪に従って私たちを扱うことをせず、罪をすぐ罰するなら生き残る人はいないでしょう。私たちの咎に従って私たちに報いることもない天が地上をはるかに高いように、御恵みは死を恐れる者の上に大きい。東が西から遠く離れているように、皆さん東が西からどのくらい遠く離れているのか知っていますか？無限大です。永遠に会えないから無限大ですね。私たちの背けの罪を私たちから遠く離される、覚えてもいないとも言われましたね。父がその子を憐れむように、主はご自分を恐れる者を憐れまれる。主を恐れるとはどんなことなのかは箴言を読んでみればわかるでしょう。主はご自分を恐れる者を憐れまれる。主は私たちの成り立ちを知り、私たちが塵に過ぎないことを心に留めておられる。私たちの成り立ちを知っておられるのです。皆さんも何か固く決心しておいても守れない方々かなりいますね。明日からどんなことがあってもダニエル祈祷会に行こうと決心したのに、次の日誰かに今日嬉しいことがあるから会って話したいと言われたり、でなければ高い収益が得られる重要な契約を今晩会ってしようと言われたら祈祷会に行かないのです。主は私たちの成り立ちを知り、でもだからといってこれぐらいはしてもいいんだとか思ってはいけません。信仰の 1,2 段階ならともかく3段階ではありえないことです。私たちが塵に過ぎないことを心に留めておられる。このように父なる神様は人の子らを愛しておられるものの、私たちが塵で作られた肉を持っていることまで考えて深く理解して寛容を尽くされるのです。私たちも心の悪を全部捨てて清められると、父なる神様の心を理解してそっくり似てくるので、このような神様の視覚から全てを見るようになります。相手を裁いたり罪に定めたりしようとする心自体がなく、何としてでも善と愛で理解して相手に合わせようとします。すると悪を行う人でも綿のような温かさと柔らかさを感じるので、冷たい心でも溶けるようになります。多くの人を教えて導くリーダーならなおさら清められることが大切です。自分の義と枠のような悪が少しでも残っていると肉の思いを巡らすようになるので、生徒たちの状況が正確に見分けられません。すると良い牧者である主のように、羊の群れを緑の牧場に憩いの水のおとりに導けないのです。神様の御心が正確にわきまえられないから、自分が見て良さそうな道に導くからです。自分の目には良さそうでも神様の御目には良くないのです。完全に清められて心に悪がない時こそ、聖霊に正確に働きかけられるし、生徒たちの状況を 100% 正確に見分けて最も良い道に導けるのです。生徒の皆さん、親切の心を所有することにおいて必ず心の悪を捨てて清められるべき理由は、心に悪がない時でこそ神様が誠に親切なものだと認めてくださるからです。神様がお認めになる親切な心になることはとても大切です。しかし人がまだ完全でないうちは、これこれの人が親切な人だと聞いた御言葉に基づいて真理の枠を作ったりします。
民数記十二章にそういうケースが出てきます。人が考えている親切と神様がお認めになる親切が違うこともあることを悟らせてくれます。ここにはモーセの兄アロンと姉ミリアムがモーセの行いが自分たちの思いと合わないのでモーセを非難する場面があります。皆さんもよく知っている場面ですね。民数記12の2、彼らはすなわちアロンとミリアムが、アロンはモーセの兄でミリアムは姉です。彼らは言った。主はただモーセとだけ話されたのでしょうか。私たちとも話されたのではないでしょうか。主はこれを聞かれたとあります。二人で話をしていても神様は全部聞いておられたのです。しかもモーセに関することだから耳を傾けられたでしょう。アロンとミリアムは今モーセだけでなく自分たちも神様に愛されている、つまり神様の声を聞いている、交わっている、愛されている、自分たちがモーセを非難するのは当然だと言っています。ところでこの言葉を聞いて神様は彼らに何と仰せになったでしょうか。8節に、彼とは私は口と口とで語り、明らかに語って、アロンとミリアムにこう言われているのです。彼とは、モーセとは私は口と口とで語り、明らかに語って、曖昧に遠回しにではなくて明らかに語って、謎で話すことはしない。彼はまた主の姿を仰ぎ見ている。なぜあなた方は私のしもべモーセを恐れずに非難するのか。神のしもべ、神に愛されて認められる人を非難することは、たとえ姉でも兄でも神様は容赦しないのがわかります。私のしもべモーセを恐れずに非難するのかとあるように、アロンとミリアムに身怒りを燃やされます。ミリアムは空跡に侵されてしまいました。アロンとミリアムは自分たちが神様に愛されていると思っていました。アロンは神様ご自身がモーセの預言者としてお立てになった人物で、ミリアムも預言者と呼ばれていました。それで自分が正しいと思う義があったのです。しかし完全に決められていなかったので、心に悪があるから自分の義が動き出して神の人モーセを裁くという大きい罪を犯してしまったのです。神様と明らかに語って交わって御声を聞いている人、神様に愛されている人のことを裁いてはいけないのです。その心は神様だけがご存知だからです。神様に告げられてそうしたかもしれないのに、それを裁くなら神様を裁くことになるのです。神様は彼らを正しいと言われませんでした。人の目にはモーセが間違っているように見えても、心をご覧になる神様の前ではモーセは間違っていなかったのです。ですから神様はモーセがしたことについて、アロンとミリアムが思いのまま罪に定めて非難することを許されなかったのです。モーセは神様が示してくださらなければ自分勝手に何かをする人ではなかったのです。その時はまだ聖霊が望んでいなかったから、神様が直に働きかけてくださったり告げたりしてくださったのに、それを人が非難してはいけないのです。モーセはどんな人だったでしょうか。民数記 12-3 に、さてモーセという人は地上の誰にも勝って非常に謙遜であったとあるように、モーセは地上の誰よりも謙遜であると神様から認められていました。また前科を通じて忠実で主の姿を仰ぎ見て口と口とで語られるほど愛されて信頼されていました。モーセはそれほど父なる神様に似て、慈しみと憐れみ、霊の愛が多い人でした。だからミリアムが自分を非難したので呪われて空跡に侵された時も、モーセはミリアムを癒してくださいと心から切に祈ったのです。
イスラエルの民がエジプトから出てカナンの地に向かっていく過程を見ると、神様がなぜこのようにご自身でモーセを弁護なさったのか、モーセの親切な心を感じることができます。エジプトから出た後、民は繰り返し神様の御心に逆らって罪を犯しました。わずかな困難にあっただけでも神の人モーセにつぶやきましたが、これは結局神様につぶやいたのと同じでした。エジプト奴隷だった苦しみの中から叫んだ自分たちを救い出してくれたのに、エジプトの軍隊が追ってくると、エジプトには墓がないので、あなたは私たちを連れてきてこの荒野で死なせるのですか、とモーセにつぶやきます。そしてモーセの切なる祈りで足の海が分かれて、自分たちは向こう側まで無事に渡り、追ってきたエジプトの軍隊が足の海に沈んだのを見た後、やっとまた神様を褒めたたえます。しかしこの感謝もしばらくだけ、食べるものがない、飲む水がないといつも神様につぶやいてモーセに立ち向かいました。それどころかモーセを石で撃とうとした時もありました。いくら大きな驚くべき印と奇跡を見せても、このようにともすればその心が変わってモーセに立ち向かってくる民でしたが、民に対するモーセの心は少しも揺るぎませんでした。モーセが行った印と不思議、神の力ら技を全部数えても、私たちが1年間で表す神の力ら技より多くないと思います。でも旧約では最高の印と不思議、神の力を行った人ですね。この業界ではこんなにたくさん理解を超える印と不思議を見せているのに、それでも御言葉に従わない人がどれほど多くいますか。その度に慈しみと憐れみを持って彼らを許し、何としてでも全ての民を約束の地に導こうと神様の前に求めました。出エジプト32章を読むと、このモーセの親切の心がどれほど優れていたか、そして誠の親切とはどんなものかを見せる出来事があります。神様の戒めを授かるためにシナイ山に登ったモーセが手間取っているのを見て、民が格子の偶像を作って飲み食いして戯れました。神様がこんな民を滅ぼすと仰せられると、モーセは出エジプト 32-32 で、今もし彼らの罪をお許しくだされるものなら、しかしもしも叶いませんなら、どうかあなたのおかけになったあなたの書文字から私の名を消し去ってくださいと切に祈りました。あなたのおかけになった書物とは、救われた子どもたちの名前が記されている命の書です。この書物から名を消してくださいとは、このための罪が許されなければ代わりに地獄にでも行こうという告白です。モーセはこのように自分の命と引き換えにしてでも民を救おうとする心だったのです。自分の利益を求めたり指針があったからではなくて、ただ神様の栄光のためでした。もし民が滅ぼされるなら、エジプトとか他の国から非難されるでしょう。イスラエルの神は自分の民をエジプトから救い出しておいて荒野で殺してしまったと、神様の栄光を遮ることになるのです。だから神様の栄光のためにでも、また民の命を救うために自分の命を犠牲にして、こういう愛の祈りを捧げているのです。だから神様は感動なさってモーセを愛するしかなかったでしょう。ある人はモーセは行き通ったからカナンに入れなかったとか言うのですが、モーセのように謙遜な人がそうだったなら、一体誰が救われるでしょうか。
40年間民のために苦労をして神様に認められて愛されて命さえ捧げたモーセなのに憤ったから入れなかったとは、聖書をこんな風に誤解するから本当にもどかしいです。父なる神様がこのモーセの祈りをどれほど感動してお受けになったでしょうか。このモーセの告白は偽りのない真実な告白でした。一人も滅びないことを望んでおられる神様の心にそっくり似た心から湧き上がる告白でした。皆さんもこんなモーセの心が感じられるでしょうか。それともどうして繰り返し罪を犯す人たちのために代わりに地獄に行けるか、その心がよく理解できないと思うでしょうか。もしかして私の心は何という心だろうかと気を落とす方はいないでしょう。少しも失望する必要はありません。モーセも初めからこういう心を持っていたのではなかったのです。モーセはヘブル人すなわちイスラエルの子孫でしたが、エジプトの王女の息子として育ったので多くのものを持っているものでした。王子という高貴な身分を持っていたし、多くの知識を積んで富と名誉を味わうなど肉的な条件を見ると乏しいことのない生活でした。したがって自尊心、自分の義など自我が生きていました。ある日この自分の義によってヘブル人を虐待しているエジプト人を撃ち殺してしまいました。このことでモーセはミディアンの地に逃げて何一つ持たない人になりました。それでもある祭司の助けで羊を飼う者として生きるようになりました。もう王子の身分を持っているのでもないし、富と名誉があるのでもなく、多くの学識が必要でもなくなりました。羊を飼うのにエジプトで学んだ学問とか武術が何の役に立ったでしょうか。このようにエジプトの王子でなく羊飼いとして生きていきながら、モーセは神様の愛と人生について多くを感じて考え、自分を低くして謙遜になったのです。新約にモーセがなぜそうしたと書いてありますか。天の報いを望んでいたから、エジプトの王子としての贅沢も権力も全部捨てたとあります。モーセは小さい時から父のお母さんを通してイスラエルの神様について、またアブラハムなど先祖たちについて聞いて教わったのです。それが全部信仰になったし、自分の民を思う人に成長したのです。神様はイスラエルの民を導く指導者としてエジプトの王子モーセではなく、神様の前に何度も自分を低くするほど自我がなくてへり下った羊飼いモーセをお召しになりました。もしモーセに義と枠、自尊心などの自我が生きていたなら、何度も自分を非難して立ち向かってくる民を荒野で40年も導いていけたでしょうか。それほどモーセは自我というものがなくなったので、神様に認められてもいつも見舞いに自分を謙遜に低くしました。また数百万の民を導く指導者なのに、人々の前で自分を叫んだり、むやみに権勢を振る回したりすることはありませんでした。このように練られて徹底的に低くなり、心の悪を捨てたモーセだったので、成人男性だけでも60万を超える民をエジプトから連れ出してカナンの地に向かうことができました。このように親切を心に所有することにおいて最も大切なことは、結局各自が会う試練を通して神様の前にへり下って低くなり、善と愛の心になることなのです。モーセは練られて自分を無にして低くするほど神様の愛が大きく迫ってきたので、神様にますます似ていくことができました。このように神様の前にどれほど謙遜なのかによって、親切な心の程度も違ってくるのです。ですから皆さんはアロンやミリアムのように、私はこのくらい心を真理に変えたと思ったり、
これくらい人に認められるようになった後、安住したりする姿がありませんように。そうすれば高ぶってしまいます。モーセのように、悪はどんな悪でも避けて完全に清められ、神様がお認めになる親切な心を所有しますよう、主の皆によって祈ります。ところで、霊的な親切を所有するためには、悪はどんな悪でも避けて清められるだけでなく、徳を兼ね備えるべきだと言いました。人が端正な服を着る方と違う姿になるように、この徳をどれほど備えているかによって、親切がさらに輝くのです。この徳を備えるためにはどうすべきか、次の時間に続いて伝えます。結論です。愛する生徒の皆さん、私は主のしもべの道を歩んできた間、このような預言者モーセの心が十分に感じられました。いつも真理の御言葉で教えて、神の力の技を見せることで生ける神様と天国地獄が信じられるように導いたのに、かえって神の国を妨害して死に至る罪を犯す生徒たちを見るときはもっとそうでした。主のしもべとして召され、教会を開拓して以来、いつも私が代わりに地獄に行ってでも何としてでも一人でも多くの魂を救いたいと切に願う心でした。こんな心で生徒たちを導けたのは、言葉で表せない神様の驚くべき愛があったからです。神様を愛するから、ただ御言葉通りに生きようと努めていた時、神様は恐れから無理やりではなく、真実に愛する心で生徒たちのために命さえも喜んで渡せる心をくださったのです。死ななければならないなら死にますという心で、一瞬一瞬自分よりは生徒たちのために生きてきた結果、神様は多くの方が新しいエルサレムに入るたっとい人になるように導いてくださいました。この愛は誰に対する愛でしょうか。それは皆さん一人一人に対する神様の愛です。このように海のように大きくて広い心で受け入れて愛してくださる神様の前に、皆さんはどんな子供になるべきでしょうか。悪はどんな悪でもなく、善と愛が満ちていて、その愛で全ての人を受け入れて受け入れることができる広い心を持ちますように。必ず覚えておいてください。狭い心は何で、広い心は何かを忘れないでください。必ず覚えておいて、自分が何か行ったり話をするとき、これは前メッセージで聞いた心の狭い人の行動なんだ、心の狭い人のように話をしているんだと悟ってこそ、すぐ悔い改められるでしょう。必ず悔い改めてください。そうか、次には気をつけようで終わってはいけません。その場ですぐひざまずいて自分の罪を告白して、悔い改めてこそ忘れないで、はっきり覚えることができるのです。それを何回か繰り返せば完全にやめることができるのですが、でなければまた忘れてしまった、次からやめようで済んではいけないのです。ちゃんとひざまずいて悔い改めてください。心に留められなくて、また心の狭い人の行動をしてしまいました。綺麗な言葉、良い言葉ではなくて、良くない言葉、相手を嫌な気持ちにさせる単語を使ってしまいました。お父様、心に留めて次からは守れるように助けてくださいと祈りも賢くしてください。心に留めます、次からは必ずしますと言わないで、御霊の歩みに入った人ならそう祈っても守るはずだからいいのですが、肉の人は必ずすると言っておいて守れないことが起こるのです。だから心に留めるように努力します。お父様助けてください、聖霊様思い起こさせてくださいと祈ってください。心に留めて絶対しませんと言っておいて、またやってしまえば嘘になるのです。だから祈りも適当にしてはいけないのです。小さいことでも罪の壁になってはいけないから、神様の前では嘘を言ってはいけません。すると言ったらしなければならないのです。だから絶対しますと祈らないで、できるように助けてください、努力しますから恵みをくださって強くしてくださいと祈っていけば、
だんだん心に留めて守れる人になっていくし、その時はお父様これこれを心に留めて必ず守りますと言っても守るはずだから罪の壁にならないのです。ある人はいつも私は欠けたところが多いから未熟だからと言っているのですが、それを神様が喜ばれるでしょうか。神の子供なのに敵である悪魔が喜ぶでしょう。そうだ、お前はできることなんて何もないだろう。そうだ、ずっとそのままでいろと言うでしょう。神の子供なのに一言も賢く口にしなければ、お父様は私の欠けているところを満たしてくださいとか、いくらでも違う表現があるでしょう。否定的な表現ではなくて良い肯定的な表現に変えればいいのです。欠けているという単語を使わないで、知恵のある人、賢い人になるようにしてくださいと言ってもいいし、どうせなら自分を欠けている人だと決めつけないで、知恵ある人、知恵深い人になるようにしてくださいと祈れば、神様も喜ばれるではありませんか。それでこの終わりの時、多くの魂を救って将来神様の御座の近くにとどまる誠の子供になりますよう、主の御名によって祈ります。聞いたメッセージを思い出して一緒に祈りましょう。霊的な親切の心を所有するためには、悪はどんな悪でも捨てて清められなければならないと言われました。また毒を兼ね備えなければならないと言われました。この毒をどのくらい備えるかによってさらに輝くと言われました。神様の前で悪はどんな悪でも避けて、善と愛を持ってどんな人でも受け入れて包容して、そういう霊の愛を持って終わりの時、多くの人を救い、神様の御座に近づく子供になるようにしてください。感謝します。イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。東海女先生の癒しの祈りを受けます。具合の悪いところや患いのあるところに手を当てて、心の願いがある方は胸に手を置いて信仰を持って祈りを受けますように。ハレルヤ。全能の愛であられる父なる神様、この時間祈りを受けるすべての生徒の上に安守してください。GCN 放送とインターネットと映像で祈りを受ける司教会と施政殿、全世界の神の子供たちの家にも時間と空間を超えて働いてください。信じられる信仰を与えて、否定的な思いと疑いの勢力、あらゆる試練と困難も退けてください。頭からつま先まで、五臓六腑、骨の節々、全身の神経、組織、細胞など具合の悪いところは皆精霊の火で焼き尽くして、初めの光で働いてください。イエス・キリストの皆によって命じる敵である悪魔、サタン、すべての病気、病原菌、患いを下がれ、光を望め、不治の病、難病も精霊の火で焼き尽くして完全に癒してください。マラリアなどあらゆる風土病も退けてください。風邪、咳、熱、疲れ、インフルエンザなどの流行性の病気も下がれ、どんな流行性の病気、病原菌も入らないように守ってください。胃がん、肺がん、肝臓がん、乳がん、子宮がん、大腸がん、皮膚がんなどあらゆるがんと、エイズ、白血病、脳卒中、高血圧、低血圧、心臓病、肺と胃腸の病気、糖尿、婦人病、皮膚病、甲状腺疾患とすべての炎症も完全に癒してください。小児麻痺、中部関節炎、ヘルニアも完全になり、腰痛、頭痛、神経痛など痛みは皆消え去れ、転換、自閉症、うつ病、躁うつ病、ノイロゼなど精神疾患も下がれ、すべての麻痺も解けて、立ち上がり、歩き、走れ、目もよく見えて、耳もよく聞こえるようにしてください。全く見えないものは見えて、聞こえないものは聞こえて、口の聞けないものはものを言いなさい。事故の後遺症も完全に癒して、折れた骨もつけてください。やけども完全に癒してください。熱気を下がれ、熱も下がれ、父よ、傷跡もないように働いてください。麻薬など薬物と毒物、劇物の中毒も完全に癒されなさい。
死んだ神経と細胞が生き返って、死んだものも生き返らせてください。見ごもりの祝福も与えてください。見ごもりの祝福を受けよ。イエス・キリストの皆によって命じる敵である悪魔・サタン、空中の権威を持つ支配者である悪い霊どもよ下がれ、その使い立ちも下がれ。この地上の悪い霊、汚れた霊、偽り欺きの霊、争いを起こして惑わす闇は皆下がれ、すべての悪の絆を解いて、闇を下がれ、光を望め。父なる神様、主を呼び求めて祈れるように、罪を捨てて清められるように、強くしてください。魂に幸いを得ているように、すべての点でも幸いをくださり、家庭も福音化されますように、一週間もあらゆる事故と災いから守って、何をしても栄えるように祝福してください。聖霊の炎の壁で天の軍勢見つかりと、主の燃える炎のような御目で、すべての神の子供たちと家庭、職場、事業の場を守ってください。子供たちには知恵と悟りを加えて、勉強もできる熱い心も増し加えてください。心と思いをこの世に奪われないように守ってくださり、神様を熱く愛するよう祝福してください。神の子供たちが食べるにも飲むにも何をするにも、神の栄光を表すように祝福してください。私は神様を見つけた、体験した、答えを受けた、祝福されたと証しする口になるようお働きください。父なる神様、感謝します。栄光をお受けください。我らの主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。涙の中おらる主、愛の主、それは命与える救いの主。